はい、始まったかな。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。はい、ライブの9回目ですね。9回目のライブが始まりました。はい、今日もどうぞよろしくお願いしますということなんですが、私の方では、どなたが入ってきてくれてるかとかが、ほとんどわからない状態です。もしかしたらまだゼロかな。ちょっとどなたか入ってこられてるかわからないので、よかったらね、こんばんは、あ、よもぎさん、こんばんは、メッセージありがとうございます。はい、こういうメッセージに私は、大変ありがたい。ね、ハートも飛びましたね、ありがとうございます。ね、大変嬉しい気持ちで、ライブを始めることができます。はい。どうぞよろしくお願いします。はい。他の方もね、もし入ってこられたらね、一言こんばんはって挨拶いただけたらとても嬉しいです。もしくはね、ハート飛ばしていただけるでも何でも、はい、ありがとうございます。小林玲子さんかな、こんばんは、よろしくお願いします。はい。サラリオさん、亮太さん、こんばんは。はい、ありがとうございます。嬉しいな、こんな風にね。はい。はい、メグさん、こんばんは。ね、すごい嬉しい、こんな風にね。はい、顔文字メッセージありがとうございます。はい、他の方もね、もしよかったらね、最初の一言だけでもね、こんばんはって入れてくださったら、ね、もしかしたらこれがね、あなたにとっての初コメントになるかもしれませんけどね、コメント入れてくださったらとても嬉しいです。はい、玉木孔明さん、はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。原田由紀子さん、こんばんは。北見泉さん、こんばんは。本日もよろしく、あ、はい、なんか本日もよろしくお願いします。はい、あと、ともこさん、佐々木ともこさん、こんばんは。ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでね、はい、とても嬉しいです。あと、ね、なんか、高評価、いいねボタンを押してくださってる方も、すでにおられて、本当に嬉しいです。そんな感じでね、できるだけね、丁寧に、一人一人とね、お話しできるライブになればいいかなと思ってます。はい、なのでね、なんかご質問とかご相談とかがあればね、どんどん送ってください。はい。高谷京子さんもこんばんは。ありがとうございます。はい。だいぶね、YouTube ライブも慣れてきまして、今日で9回目。ね。もう9回になるんですね。ありがたいことです。これもね、やっぱり人ってね、弱いもんでね。僕はよくね、カウンセリングの場でも、その誰かに、ね、評価されるからどうとかじゃないんですよ。ね、自分で自分のことを、ね、見守ってあげましょうね、みたいな話はよくするんですけど。とはいえ、やっぱりね、ライブで実際誰も来ない、誰もコメントを書いてくれない、一人で喋ってるみたいな感じだったら、こんな感じで9回も続かなかったと思うんだけども、こうやってね、コメントくださったりとかね、もう挨拶だけでも本当に嬉しい。それとかね、ご質問やご相談がね、寄せられるので、まあ、毎回1時間とか1時間半とかのね、ライブに、なってるということなのでね、とても嬉しいです。はい。サラリオさんね、りょうたさんのチャレンジすごいですなんてね、こう言ってくださってありがとうございます。あと、なおみさん、こんばんは。はじめまして。はい、はじめましてですね。どうぞよろしくお願いします。他にもね、コメントとか、実際動画に対してね、コメント書いてくださってる方もおられるので、それに関してもね、ちょっと順次今日は紹介していけたらな、そんな時間、今日もか、ね、紹介していく時間とか取れたらいいなと思っていますが、はい、はい、そうですね。はい、ちょっと待ってくださいね。で、今日のコメントなんです。今日のコメントとか、今日のテーマなんですけれども、いわゆる存在不安についてというやつですね。これ、結構ね、盛り上がるという言い方がいいのかどうかわからないんですけれども、ちょっとね、自分がここにいていいのかわからない、自分が、この場所にいていいと思えないみたいな感じのね、そういう存在不安と私が、まあ、名前をつけて、私が勝手に呼んでるんですけどね。で、他には、攻撃不安って言って、自分は責められる。そしていつか誰かに、お前はここにいてはいけない、どっか行けと、そんな風に言われてしまうんじゃないかっていうね、いつか責められるんじゃないか、そんな風なね、
存在不安、ごめんなさい、攻撃不安と、呼んでるんですけども、攻撃を受けるんじゃないかっていうね、そういう不安と、そして、もう一つは見捨てられ不安ですね。いつか自分は一人ぼっちになる、捨てられてしまうという、この三つがね、ごちゃ混ぜになって、生きづらさをね、感じてしまってる人っていうのは結構多いと思うのでね。存在不安っていうのはよくわからないけど、例えば今言ったような見捨てられ不安だとかね、もしくは、攻撃不安は常にありますみたいな、そういうコメントでもいいのでね、もし、あったら、皆さんとお話ししながらね、どんどん進んでいきたいと思うのでね、チャット欄にね、自分は確かに存在不安持ってますとか、なんかあればね、ぜひ教えてほしいと思っています。はい。それと、事前にね、コメント寄せてくださってる方とかが、今日はなかったかな、いや、でも、ちょっと LINE の方であったのかな、ね、そういう事前にコメントとかいただいてる方はまたね、紹介もしていきたいと思ってますので、ただね、ちょっと画面がまた急に閉じたり開いたりしながらで、ちょっと待ってくださいね。本当にちょっと操作がね、なかなか難しくって思ったように、操作が、あ、そうか、こういうことか。違うか。はい、はい。ではですね、今日は今のところまだちょっとこちらの方には質問とかがないので、先にね、この私がずっとアップしてる動画に対してのね、コメントが、何通か寄せられてたんで、ちょっとそこに対してお答えしていこうかなと思います。これか。はい。前回のね、第8回目のライブですね、に関してのコメントですけど、これはお名前が、あかりんさんかな。今日は来てくださってるのかな。はい、アーカイブを見てくださってるんですね。アーカイブありがとうございます。紹介した、書籍探してみます。ありがとうございます。ということですね。はい、ありがとうございます。これ絶対読む必要がない、あるかないかっていうと別にないかもしれないけどね、ちょっと前回紹介したのがこれかな。でもこれってインスタライブで紹介したんじゃないのかな。 YouTube ライブで紹介したっけ。 YouTube ライブか。ピントが合わない、ピントが合わなくなっちゃった。はい、よいしょ。これですね、反省させると犯罪者になりますっていう本ですね。はい、これはね、結局子育てとかにおいても、ダメじゃないの、どういうの、なんて言うのって言って、ああ、もう親から反省を求められてるんだろうなと思って、ごめんなさいって言って、ね、言わされて、謝り方が足りないって言われて、もっとなんか、ごめんなさいみたいに、いつの間にかそんな風に言わされ続けてしまうと、逆にその何が悪くて何がいいのかの判断が、自分であまり育たなくなってしまって、まあ親が怒ってるからごめんなさいだとか、親が怒ってなかったら、じゃあっていうかバレなかったらいいんじゃないかっていう感じで、場合によってはちょっと嘘をついてしまったりとかね、ごまかしてしまったりとか逃げてしまったりだとか、そういうようなことを繰り返してるうちに、いつの間にか謝る、反省するのだけは上手になるんだけど、気づいたらいつの間にかちょっと悪いことも平気でしてしまうようなね、そういうちょっと子育てをしていて、もういつもこう、どういうんですか、もうついつい怒鳴ってしまうとか、ガミガミが止まらなくなってね、イライラネチネチが止まらなくなって、もう自分はどうしたらいいだろう、子供がちょっとね、なんか嘘をつくようになってしまったとか、ちょっと悪いことをしてそれが明るみに出てしまって、ちょっと問題になってしまったとかね、子供が問題行動を起こしちゃったとか、そういうような時にはね、今紹介した本ですね、もしかしたらお役に立てるかもしれませんけど、まあでもちょっとこれを絶対読まなきゃいけないのかどうかっていうと、なんかピントが合いにくいな。絶対これを読まなきゃいけないのかどうかっていうと、決してそういうことではないよということですが、まあまあ一応ちょっと前回紹介しましたということで、もう一回今回も紹介しました。あと、ちょっとね、入ってきてくださって、FTCODM さん、これなんて読むんだろうね。こんばんは。はい、ありがとうございます。ワルツ花野さん、こんばんは。ありがとうございます。スカイブルーさんも、こんばんは。ありがとうございます。はい。
はい。ね、マルス・ハナノさん、反省させる子育て、大いに反省、汗、みたいな感じでね、書かれてますよね。そうなんですよ。それで、ね、しっかり、厳しく育てた。ね、自分が、ね、多少嫌われ役を覚悟してでも、こうやって厳しく育てたから子育てね、うまくいった。大した大きな反抗期もないから、よかった、みたいに思われてる方が結構おられるんだけど、でも実際はそうではないっていうようなね、そういうようなことがあるんです、ということですね。はい。はい、で、ちょっとね、どうしようかな。ご質問とかね、どんどん寄せておいてください。後でね、花田さんお答えするようにしますんでね。はい。そして、あ、違うな。よいしょ。そして、次、ちょっと動画に寄せられたコメントの方をさっき紹介していきますね。これちょっと長い文章ですけども。実家に帰りたくないっていうやつですね。年末年始にいつも悩んでいませんか？毎年どっと疲れるあなたにってね。今日ね、このテーマにしようかどうか悩んだんですけど、これはちょっと次回にしましょうかね。次回のテーマは、実家に帰りたくないというお話をさせてもらおうかなと思ってます。はい。ちょっと、書いとかんと忘れるんで。うん。実家に帰りたくない人多いですよね。もしかしたらそっちのコメントの方がね、増えるかもしれませんけども。まあこれね、まあ今日は存在不安を中心にさせてもらおうかなと思ってますけど、実家に帰りたくないがあってもまたよかったらコメントくださいね。ちょっと読み上げさせてもらいますが、この方はゆうさんっておっしゃる方ですけど、幼少期から経済的なことで困窮させられることが、はありませんがか。うん。両親が仲良く過ごしているところを見たこともないと。そんな家庭環境でしたと。両親がいがみ合い、その板挟みにあって、胃がキリキリするような落ち着かない場所で、1年の最後、1年の最初を過ごしたくない。そりゃそうだよね。私の親は帰省しないと、まあ、こちらが電話で伝えても、そうかというだけで責めたりします。それはまだ良かったですね。きっと本人たちもこんな場所に帰りたいとは思わないだろうと気がついているのだと思いますと。正月に実家に帰省しないなんて親不孝者、これを言うのって誰でもない自分自身なんですよね。うん、そうだよね。まあただね、ちょっと後で言ってもいいんだけど、自分自身だけじゃなくって、世間はこう言うんじゃないかと思わされていることがあって、自分、確かに自分自身かもしれないけれど、だって世の中ってそうじゃないとか、周りはきっとそういうふうに決まってるというのもね、私たちアダルトチルドレンを結構苦しめてしまうんですけどね。はい。もう一人の自分に責め立てられるのが嫌で、親孝行する日と決めて、心を無にし、貴重な正月休みを潰すのも地獄、自分の気持ちに素直に従う、帰省しませんとして、1年間もう一人の自分に責め立てられる地獄、実家に帰りたくないこの気持ちに気がついてしまった時点で、もうどっちを選んでも地獄だなと思ってしまいますと。なるほどね。帰省しないことに罪悪感を覚えないようにするにはどうしたらいいでしょうか。コロナがひどかった時の帰省しないのが正義だった時、初めて本当に自分の家で落ち着いた正月を過ごせた気がしましたと。コロナが明けて帰省するのが当然の文化に包まれて、どちらを選んでも地獄の日々なのかと思うとしんどいですと。はい、これまずは、ゆうさんありがとうございますなんですが、皆さんもね、他の方も同じように思われてる方いるかもしれませんよね。でこれに関してちょっと僕なりの回答を、言うと、カウンセリングを受けずにゆうさん、まあ、カウンセリングや勉強会ですね、いわゆるアダルトチルドレン克服ということをせずに、今の状態のままでどうしたらいいでしょうかだったら答えが一つです。そしてカウンセリングや講座を受けてどうしたらいいでしょうかっていう場合も答えは一つになります。別々の答えです。まず、前者の方ですね。今のままの状態で私は、なんとか生きていく必要があって、別にカウンセリングとか講座とかアダルトチルドレン克服とかよりも、ちょっとこの質問にさえ答えてくれればいいんですだった場合、の回答は、このユウさんが、どっちが重み付けしてほしいんですね。どっちがしんどいって、どっちも地獄って書いてあるけれども、地獄の中でもマイナス100とマイナス99とか、もしくはもっと差がつくかもしれませんね。冒頭文章に言われたみたいに、もう心を殺してでも、うん、
押さえつけてでも、もうね、正月親孝行する日と決めて心を無にし、貴重な正月休みを潰す地獄がマイナスの難点で、もう帰省しませんって言ってね、でもこのここのね、ユウさんの親御さんはそうかというだけで認めてくれるわけですよね。それで、過ごす1年の方がどっちがマイナスなのかですよね。うん、で、まあ多分マイナス100とマイナス100ですとかいうことはありないと思います。まあ99と100とかね、ものすごい微細な差かもしれないけれども、もしくはもっと大きいかもしれないんですね。渋滞90とかね、ぐらい大きいかもしれないので、そういう場合は当然、痛みの少ない方を選んでくださいということになります。でもうこれが嫌だ地獄だなんていう表現でね、本当に嫌だと思われるんだったら、もう一つの選択肢はやっぱりカウンセリングを受けたりとか、一緒の勉強会や仲間が集まる勉強会とかに参加しながら、自分は何も悪くないんだということを本当の意味で理解して、それに対してなぜこの実家で育ってきた私がこのような状況に追い込まれたのかっていう仕組みですねをしっかり理解した上で、はあ、なるほど、こういう仕組みで私が悪いと思い込まされてたんか、これがまあ多分この文章で感じるところの罪悪感コントロールというのを受けてきたという話になってくるんですけど、なるほど、私は罪悪感コントロールに苛まれてたのか、わかったと思って問題解決に向き合うのであれば、もちろんじゃあゼロになるかっていうと、その罪悪感はゼロには決して学びを進めたからといってゼロにはならないんだけど、これでいいんだっていう納得づくで、例えば実家に帰る納得もできるかもしれないし、納得づくでやっぱり帰りませんっていうことが言えるようになるということもあり得ます。はい、ちょっと今日喋ると長くなるかもしれないんですけど、今うちの受講生さんとかでも、一旦ちょっと事情があって実家には帰ったんだけれども、もう本当はね 2,3 ヶ月ご実家で過ごすつもりだったんだけれども、本当にもう1週間もう 3日も経たないうちに、ああもうやっぱ違うダメだっていうのにね気づいて、やっぱりもう一回ここを出て向こうに行きますという決断をしたっていうのを、チーム内でね一緒に学んでる、今ゼロ期って呼んでるんですけども、ゼロ期の仲間の方が一人ね、そういうふうな決断をして、周りの仲間からもね、もうそれでいいと、よく頑張ったねって言って、みんなから応援してもらって、やっと仕組みが見えてきましたっていうようなやり取りがね、こう連日続いてたりとかしてね、すごいこうやっぱり仲間同士ってすごいわかるんですよね。でそういう人たちと励まし合ったり、ねぎらい合ったり、背中を押し合ったりとかして、自分のこれから生きる道が決まると。で親子でも話し合ったりとかして、ある程度和解できるところは分かり合って、やっぱり無理だなっていうところはちゃんと線を引くっていうようなことがね、やっぱりね、ほんの半年間、たった180日間のチャレンジトライアルかもしれないんだけど、やっぱりやってる人っていうのはそういう決断ができていったりとか、まあ、全員が絶対できるとは言いませんけどね、少しずつそういう風になってくるパターンが増えてくるんですよね。はい、なのでこれゆうさんね、今ご覧いただいてるかどうか分かんないけども、応援してますからね、今言ったようなちょっとどっちかで選んでくださいということですね。はい、ありがとうございました。そして KK さんですね。はい、父の取説っていう、ちょっとこれも古い動画ですけどね、はい、父親越えの方法というところを転じてね、旦那さんのところに切り替えてちょっとコメントくださったようですが、旦那が年に数回切れますと。うん、で、その時に私は黙って緊張した状態になると。で、無になって言われたことを淡々と行っていきますと。今までやってきたことだから心地よいような感覚にもなります。ああ、なるほどね。お父さんにも同じような感じでやってきたから、まあ、ある程度ちょっと、なんだ、住み慣れた場所みたいになってるのかな。相手の意見は相手のものとして受け入れるをやってみようと思います。この動画で私が言ってるやつですね。はい、子供の時受けたような体の真ん中がぐっと引き締まる思いというか、苦しくて狭い感じになることに気づけたんですが、この先どうしたらいいのかが分からなかったので、これをやってみようと思いますと。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。吉野の動画もきっかけで怒ってる人の気持ちに寄り添えるようにもなりました。ありがとうございます。そうなんですね。気持ちを
書き出した時に今までだったらモヤモヤで終わってたものが辛いんだよねって寄り添いたいと思うようになりました。ありがとうございますってね。はい、ありがとうございますのメッセージいっぱいいただいて、こちらこそありがとうございますね。やっぱり感情的にねなって怒る人とか、いう状況って、これもね、と思われるかもしれないけど、実はね弱い人なんですよね、こういうような切れたりする人ってね。うん、実は本当は弱い人なんですよ。うん、で僕も何回も切れた経験ありますしね、もう弱ってる時にぐさっていう感じになるとね、うわーってなっちゃうんですよね。でそれが男の人っていうのはやっぱりどうしても過激な、女性もねヒステリックになる方おられるかもしれないけど、男性は男性でちょっと暴力的なっていうかね、すごい厳しい言い方で、なんとかその場をね逃げようとすると切れるというような感じになるんですけどね、本当は、この人弱い人なんだっていうところがね、分かってあげろなんて言うつもりはないけれども、そこがもし分かったら少し楽になるかもしれませんねっていうのをちょっと付け出しておきます。ありがとうございました。そしてなっちゃんですね、これアダルトチルドレンは母の日にね、母の日にまでプレゼントして怒られてしまうっていうね、話なんですが、待ってみたいなね。はい。ねえ、なっちゃんさん、待ってみたいな。今、動画再生しながら幼い頃の、体験談、コメントしようとしたら、まさかの事例と、ね。全く一緒でびっくりしすぎましたと。なるほどね。これ、白いカーネーション事件って言ってね、お母さんがね、喜んでくれると思ってね、なんか、お母さんって白が似合うかなとかね、白い色が好きだったよなと思って、何にも考えずにね、でも、お店の人も、本当に白でいいのって言われて、はいって普通に答えたつもりで、ね、白いカーネーションをね、買って帰ったら、ね、お母さんがものすごい怒り出したとかね、で白じゃなくても普通の色でも、あんたそんな無駄遣いして高いの買ってきてみたいな感じでね、もうどうなって返してらっしゃいみたいな、うん、もしくはお母さん返してきたわとか、状況によっては例えば花束をね買ってきて、やっぱりできるだけ早く花瓶に行けてね、水を吸わせたら長持ちするものでも、こんなん買ってきてとか言ってずっと手をつけずにね、寝かしたままで置いといて、3日も経たないうちにしなしなになってしまってすごい悲しかったなんていう話もね、うちに本当にたくさん寄せられるんですよ。でやっぱアダルトチルドレンに苦しまれている方のお母さんってなんかこういうね、渡したものをが一筋縄ではいかない方多いですね。文句言うか、もしくは使わないか、が多いですね。うん、なんか趣味が悪いとか言ってみたりとかね、なんかそういう返してらっしゃいとかね、もう二度とそんなの買ってきちゃダメって言われてね、でも何もプレゼントしないと拗ねるとかね、なんかそういうご相談が本当にたくさんありますね。これもだいぶ前に出した動画なんですけどね、それに対するコメントでした。ありがとうございます。はい。その次が野口さんっていう方からですね、野口真紀子さんってお店のかな。これね、まず一つ目のご質問でいいと思うんですけど、幼稚園から小学生までの記憶がほとんどありません、普通なんでしょうかっていうね、質問に関してですけども、これは二つ考えられます。あんまり抑揚がない、抑揚や気づきや学びがない、もう本当に凪のような平坦な日々だったというパターンと、それともう自分で思い出さないことに、抑圧と分離なんて心理的にはそういう言い方もするんですけどね、自分の辛すぎる記憶を思い出したくないからぐーっと押さえつけて圧縮してポイッて捨ててしまうようなね、抑圧と分離という考え方がありまして、これのどちらかもしくは両方の可能性があります。はい。なので、普通かどうかって言われると、今の2つのどっちかもしくは両方に当てはまるんだったら普通とは言えないということですね。うん、でもうちにはそういう方本当に多いです。子供の頃の記憶を思い出せますかって言ったら思い出せませんっていう人結構多いですね。はい。でもじゃあエピソードは思い出さなくてもいいけど、自分が下向いてシューンとしてるところで
ね、ちょっと想像してみてください、その姿は見えますかって言ったら、はいって言われてね、じゃあちょっと見上げて、その向こうに誰がいるって言ったら、お母さんみたいなね、そんな感じからワークに入ることって結構多いのでね、あの記憶があるかないかっていうのはカウンセリングを進めていく上で重要ではないんですが、あるに越したことはない。でもこうやって記憶がないという場合は、まあおそらく辛かっただろうなっていうふうに判断します。で、その次から兄を可愛がっていました。これお母さんがということでしょうね。で、結婚してからは夫の言う通り実母と同居。お前のせいだが母親の口癖。兄はお前はバカかというのが口癖。夫はクソ何々子と、野口さんに言うということでしょうかね。で、今日友人に容量が悪いわねと言われ、昔の心の傷にずっしり響いて、友人と出かけると、些細な一言に傷つき、もう人と付き合うのをやめようかと思います。高齢になってからはお前のせいだ、夫からも、ネガティブ思考だからと何度も言われて、普段は普通に生きているのに人に会い過去に言われたことを思い出してしまい、何もできない自分が悲しくて心が引き裂かれて苦しいですというメッセージなんですね。はい、ありがとうございます。あのこれ、おそらく周りの人に言われて、その通りに振る舞っている状況なんですね、現状ね。お前のせいだ、お前はバカか、クソ何々こうみたいな感じで言われているのが、もうまるでその通りに、頭の中では腹立ってるしムカついてるし、そんなん嫌なんですよ。でもそういうふうに振る舞っている感じですね、うん、だからやっぱり友達にも容量が悪いわねって言われてしまうようなところを見せるようになってしまう。どういうこと、逆に言うとね、賢く振る舞う方が余計辛いはずなんですよ、この野口さんにとっては。うん、で、ちょっと、うん、ちょっと抜けたように振る舞うというか、少しあまり賢く振る舞わない方が、それ以上に、なんか言ったら、なんていうのかな、表現が良くないけれども、うん、そういうふうにちょっと抜けたような感じにしてる方が、ボクシングのグローブで殴られる。出るいつもの痛みだけれども、なんか賢く振る舞って失敗してそれで叩かれたら、なんかこうね、なんていうのか、ちょっとなんか素手で殴られるというか、剣山で殴られるというか、ちょっとあまりこういう表現良くないかもしれないけど、そういう痛みがねきっと襲うから、怖くて、できないし、自信も剥奪されてるからということになってしまってるんですけど、結局は、まあはっきり言ってしまうと、これは心理的な、精神的な追い詰めを受けてますね。心理的虐待と言ってもいいぐらい、うん、ひどいちょっと扱いを受けてらっしゃる状態なので、ちょっとねこれ今しんどいねっていう感じですね。でここから抜け出したいのか、もうなんとかその範囲の中で振る舞って生きていくのかで、やっぱ考え方は変わりますけれども、まあ私としては、そこから抜け出す方法というのを一緒に探していきましょうという感じのお話をしたいと思ってます。だから抜け出すためにね、もう一歩一歩足を踏み出すことをするようにね、一緒にお手伝いさせてくださいということです。だからまあ何かあればね、またコメントいただくなりね、勉強会にご参加いただくなりしていただけたら応援できるかなと思ってますよということです。はい、はい、そしてモフナゴーさん、これももう毎回毎週必ず1件2件は絶対にコメントが入る。これも古い動画なんですけどもね、子供は愚痴のゴミ箱じゃないっていうのが最近またね、ちょっと特にねクローズアップされてるようでね、どうしても家族ってね、愚痴や悪口や、なんだろう、ネガティブ発言を子供に言って聞かせるんですよね。で、今日その動画をね出したら、やっぱりそれに対するコメントでした。母親の愚痴を子供の頃から聞かされていきましたと。今は母と距離をとっていますが、友達からの愚痴の聞かされ役にされがち。なるほどね、うん、いわゆるキャッチャーの受け手になってるわけですね。まあ、ね、キャッチャーと言ったらね、受け手と言ったら聞こえはいいんですけど、これ悪く言うとサンドバッグ役ということになるのでね。で、友達の愚痴を散々聞いたのに、私が辛い時には元気になったら話そうねと距離を取られ、そういうことですよね。つまりピッチャーとキャッチャーがこう逆にね、なってくれないということですよね。いつもキャッチャーで受け手ばっかりさせられるということですね。
私が元気になったら私の愚痴のお焚き上げに付き合ってと言われる、うん、なるほどね。もうやっぱゴミ箱扱いですよね。もう炎の中にあなたが燃やしてくれっていう感じですよね。うん、まあ同一人物だったらちょっとね、ちょっと立ち悪いというか困った感じですけど、私が愚痴の愛の手を入れたりするのに生存のために長けてしまっているので話す側はすっきりするんでしょうが、私は利用されていて母とのトラウマがフラッシュバックしてもやもやします。私はどうすべきでしょうか。うん、いくつか方法ありますね。今は愚痴を聞く余裕がないと相手にははっきり言うべきでしょうか。うん、それも一つの手でしょうね。私の愚痴も聞いてほしいねんけれど、あなたは前にまたあなたが元気になったら話そうねって言って私の愚痴聞いてくれなかったけど、うん、私もすごい溜まってるんやけどって言ってみて、はあそうなんみたいな感じで言うだけで相手は離れていってくれる場合もありますからね。その場合はもう残念ながらそういう友達だったということだし、ということが一つですね。うん、それとごめん今は聞く余裕がないねんって言うだけでも、あそうなんって言ってくれる場合もあるかもしれないしっていうのも二つ目の手でしょうね。うん、それと私はどうすべきでしょうかっていうのは、まず、母とのトラウマがフラッシュバックしてモヤモヤするっていうこの問題が非常に大きな問題なので、これがね過去形になってしまうと、うん、例えばちょっとあまり、うん、いい例え話じゃないかもしれないけど、まあ車とか運転してるとね、ちょっとどっか擦ってしまったりとか交通事故とかね、まあまあ誰しもがねちょこちょこやってしまうことだ、ちょこちょこというかね、まあ、一緒のうち1回や2回はね小さなことはやってしまうもんだと思うんですけども、例えばそれがね過去花として、ああ私もやったわ車擦って、あの時はほんまにうーんやっちゃったみたいな、その程度で言える話と、もうフラッシュバックしてうわあの時にあんなことして私ってあの後ひどく落ち込んでみたいになってしまうのかの度合いにもよるんだけど、いわゆる過去花になってしまったら、うん、聞いてあげる余裕はあるということですよね。ただ私はどうすべきでしょうかっていう段階プラスその前の文章でトラウマがフラッシュバックしているという場合だったら、とてもじゃないけど聞けるような状態じゃないので、あなたがまずカウンセリングを受ける、もしくは心理学の勉強を始めて、この、過去のトラウマ問題を、まず乗り越えておく必要があるんですね。で、これ副次的効果なんですけども、ずっとね、愚痴の聞かされ役をされていた場合、人の話を聞くということは上手なので、問題解決方法が身についた上で、かつ、乗り越え方が身についたら、もうカウンセラーとしてもうすごい優秀というか、なんて言ったらいいのかな、非常にこう土台がしっかりしたカウンセラーになれる確率が高いということですよね。そういう意味なので、もしも船子さんがご興味があるんだったら、その心理の学びをね進められてもいいんじゃないかなと思います。もちろんそんなのもうまっぴらごめんっていうんだったら無理にやることじゃありませんけれどもね。はい、ではちょっとこれぐらいかな、寄せられたコメントっていうのは大体これぐらいだったと思いますけれども、本当にね皆さんね、たくさんのコメントいただいてどうもありがとうございましたという感じで、一旦このね動画に対するコメントで、他の方もね、もしよかったら動画ご覧になってね、コメントとかどんどん書いてくださいね。ちょっとしっかりめに時間取ってね、まだまだ余裕があるかと思うのでね、お返事できるようにしていきたいと思っています。はい、ではちょっとそうこうしてる間にちょっと書き込みがあったんでね。はい、どこまで読んだかな。まず中さんね、こんばんは、はじめましてっていうメッセージありがとうございますよね。よかったらゆっくりしてってください。はい、あとどんどんまた書き込みねしてくださいね、待ってます。はい、原田由紀子さんかな、ワルツ花野さん、さっき読んだかな、ね、大いに反省って読んだか、ね、ね、でも大いに反省って別にそこまであまり深くね、次からどうしたらいいかを考えればいいだけだと思っててくださいね。あと、はい、原田由紀子さん、娘が鬱になりか、うん、お嬢さんが鬱になってしまったんですね。状況が変わってきて生きづらさが強く感じられます。目を覚ますと怖いとつぶやきますと。
お嬢さんがということかな、生きるのが辛い、見捨てられるのが不安な感じですと。アダルトチルドレンかなと思っています。母親として何ができるか、また私も気づいてなかったけれどもアダルトチルドレンだったのかなとも思っています。先生の配信がとても学びが多くて笑顔にも癒されます。そんな風に言ってくださってありがとうございます。毎回楽しみな拝見させていただいております。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。原田さん、ね、そんな原田さんにもしかしたら優しくないコメントになっちゃったらごめんね、なんですけれども、まず原田さん、あなた自身が、お母さん自身がアダルトチルドレン克服しましょう。はい、まずお母さんがアダルトチルドレンを、自ら向き合って克服していく、姿勢がまず一番大事だと思うんですね。で、そこで もしも、まあ、ちょっと今までの過去を振り返ってみてね、もし何かお母さん原田さん自身に、あ、ちょっとここ問題だったな、悪いことしたなみたいなのがあるんだったら、それはそれで真摯に反省して、ね、悪かったことばっかりだとは決して思わないです。僕どうしても動画の関係でね、親御さんに問題があるみたいな発言がどうしても多くなってしまいがちなので、でもそんな中でもね、学びが多くて癒される、笑顔にも癒されるって書いてくださってるんで、本当にありがたい限りなんですけれども、まずはこのお母さん自身がアダルトチルドレン克服をした上で、家庭、家の中を安全基地にしませんかというお話をしてます。安全な港にしませんかというお話ですね。で、港って言ったら何かというと、ね、例えば船体の燃料が、ね、減って、ね、ほぼタンクが空の状態になってきて、場合によったらどっかにね、ちょっと当たって傷ついてね、帰ってきたりとか、もしくはいっぱいいろんな荷物を積みすぎてね、船が必要以上に沈んで、ね、グーンってアクセル踏んでも、ね、なかなかこう思うように進めない状態で引きずるような感じでギリギリ港にたどり着いてきた我が子に、大変だったねって、お疲れさん、よく帰ってきてくれたねって言って、荷物を下ろして給油をして、ね、そして、場合によったら傷ついた船体をね、修理したり磨いてあげたりとかして、次の日になったらまた満タンで出て行ってあげれる、見送ってあげれるような、そういう安全な港で、状況によったらね、私そうしてますっていう親御さんもおられるんだけど、場合によったらそれをやりすぎてる、はい、もうどこに入ったらチェックしますみたいな感じですね。あんたはこれ傷はどこでつけたの、そんでその時にどういうふうにしたの、なんであんたはこうするので、なんであなたはもう途中でもっと連絡をくれないの、もう私はもうあなたのことが心配で心配で、もう100件も200件も電話しちゃったじゃないのみたいな、そういうのもちょっと家が安全基地とは言えないわけですよね。でちょっとそのどっちにも当てはまらない場合もあるかもしれないし、もしかしたら両方に当てはまってたりとかいろいろあるんですけれども、このね、ご相談いただいた、方が、家が安心安全な場所なのかどうかですね、はい、それをしっかり考えた上で、じゃあどういうふうにしたら安心安全な場所なんだろうとかね、でもしくはこのお母さん自身がどんな環境で育ってきて、どういう考え方で判断をして今進んでるんだろうとかいうようなことが、ちょっとお話ししていくうちにね、問題解決が一気に近づくことが多かったりします。はい、まずは家庭内が安心安全な場所になってから、その次に、自立していくっていうステップが来ますので、まずはね、お母さん自身がカウンセリングをしっかり受けてほしいなと思っています。はい、あ、そうそう、それとね、ちょっとこれ今概要欄に書いているんですけれども、ちょっと新しいカウンセラーと、それから認定講師が一気に増えて、小本紀子っていうね、新しい、公認心理師と、薬剤師の資格も持っている、カウンセラーがうちに新たに参入してくれています。で、私はね、小本紀子のことノリリンって呼んでるんですけれどもね、ノリリンが非常にこういう、家庭内での問題のご相談とかにも非常に強いですし、場合によったらね、ちょっとこういうお薬を、ちょっと出ているんです、そして
病院に行ったらあんまりねお話もしっかり聞いてくれずに、ちょっとあまり寝れない状態が続いてるんですって言ったら、あじゃあもうちょっと薬増やすねとか言われてるんですけど、本当にそれでいいんでしょうか、自分の判断で減らそうと思うんですけどいいですかみたいなお話がね、あのにも非常に強いです。あのちょっと基本的にはね自分で判断するのは良くないので、やはりあの、本当はドクターとお話しすることが必要なんですけれども、ちょっとね薬剤師を一回間に挟んで、お薬についての説明とかね一緒に考えてもらうという意味でも、ノリリンっていうねカウンセラーは非常に役に立ってくれると思うのと、それと、カウンセラーではね、西村めぐみっていうのも改めて概要欄のところにねリンク貼ってあります。めぐめぐと呼んでるんですけども、まあ、西村めぐみも子供の頃ちょっと生きづらさをね感じて、それがどうしても親には相談できないような感じでちょっと不登校的なことを経験したような経歴過去があって、でも今はねもう立派にすごい活躍してるカウンセラー、これも彼女もめぐめぐも公認心理師ですので、もしよかったらね彼女たちの概要欄がこの動画の下の概要欄に貼ってありますんで、よかったらちょっとねプロフィール見てみてもらって、ちょっとカウンセリングも空いてると思いますので、よかったらカウンセリングをね受けてみることもおすすめします。あとカウンセリングを受けるほどでもねみたいな感じだったらね、勉強会がありますので、ちょうど今ね12月、明後日ももうほぼ満員ぐらいな状態になってますね。でその次が10日の日曜日だったかな、もう朝、どちらも朝10時からお昼の12時か、まあ、場合によってはちょっと12時過ぎるかもしれませんけど、2時間ぐらいね、これも認定講師の玉木というのがやってくれるんですけども、それもねご予約が今どんどん入ってきてる状態ですのでね、もしよかったら概要欄からねリンククリックしてもらって、まあ、説明会どんなものかなって見るだけでも見ていただければいいかと思います。はい、はい、という感じでね、ちょっと原田さんのご質問に関してはそんな感じかなと思いますけど、もしね、コメントあったらなんかねチャットって書いてあるところにまた打ち込んでいただけたら嬉しいです。他の方もね、あ私もそうだったみたいなのがあったらね、ぜひ教えてくださいね。はい、はい、あとアジポンタさん、こんばんは。少し間が空きましたが体験講座受けました。はい、ありがとうございますね。とても良かったです。そんな風に言ってくださってありがとうございます。本を読んだりカウンセリングに通ったりで、アダルトチルドレンや心の問題に関してはそれなりに理解があると思っていたのですが、改めて気づかされることが多々あって、良かったです。根本的なところを見直すきっかけになりました。それはありがたいですね。はい、本ちゃんの講座は金銭的に難しいので受けられませんが、いつか余裕ができたら受けたいなと思いましたと。はい、アジポンタさんコメントありがとうございます。それでいいと思いますよ。どうしても変わりたい、もう絶対に自分はこのタイミングで変わってみせるんだみたいな強い思いがどうしてもね備わってるタイミングって大事だと思うんですよね。なので今はだいぶね本を読んだりカウンセリングに通ったりで、それなりに理解が あるところまで来て、ちょっとね落ち着く状態まで来られてるんだとしたら、決して無理にね講座を受けられる必要もないと思います。いわゆる金銭的な問題と自分の今の、ね、悩みの問題で言ったら、金銭的な問題の方があなたにとってはちょっとね大きかったということで、それはもうそれでいいと思います。僕もいろいろね、それでも今も講座を受けまくったりとかね、実は明日からまた合宿でちょっと勉強会でね、ちょっと通常のカウンセリング業務とかもストップして勉強に集中しに行くためにね、明日明後日とちょっと大阪の方まで行ってくるんですけれども、そういうのもじゃあ吉野は全部受けてるのかっていうと、やっぱり当然そのね何て言うのかな、優先順位をちゃんとつけてますからね。でもその中で絶対自分は今ここで変わるためにはこれが必要だっていうのって出会うわけですよね。なのでアジポンタさんだけじゃなく他の方もね、そういうのに出会えたらまたぜひお受けくださいということでいいんじゃないでしょうかね。はい、
あと中さんのメッセージを、中さんこんばんは、はじめましてね、はじめまして、どうぞよかったらねゆっくりしてってください。はい、あとワルツ花野さん、ちょっとコメントが途中で止まっちゃったのかな。はい、私の愚痴も聞いて、防御いいですね。ね、そうですね。はい、今度母に、あ、使ってみますって、これでコメントちゃんと終了してますね。はい、ただこのその次のコメントが、あ、私、あ、これもコメントとしては、あの、あれしてんのかな、私の母愚痴が多いんですと、にっこりみたいな感じで、あの、またね、あの、そんな風に友達ね、さっき友達に一方的に言われる場合どうしたらいいのかみたいな、聞いてくれないみたいな、そのコメントに対するね、レスだ、ね、お返事だと思うんですけれども、ね、そんな風に言ってもいいんじゃないかなということかと思います。はい、あの、他にどうですかね、もし今日ね、自分がこの存在不安、ここにいていいのかとかね、自分はここにいていい人間なんだろうかということがね、すごく気になったりとかいう場合の方がおられたらね、コメント書いていただけたらとても嬉しいかと思っています。はい、で、やっぱりね、アダルトチルドレンの、まあ、三大不安っていうところかと思うんですけれども、やっぱり見捨てられ不安と、そして、攻撃不安と、この存在不安ですね。で、僕自身もね、やっぱこれ持ってたんですよね。僕の場合は、まあ、反抗的決断なんていう言い方をするんですけれども、あの、そんなもん感じてたんですよ。今の3つの不安感じまくりながらも、そんなん俺にはないって言ってむっちゃ強がってね、うん、どうなるかというと、自分は攻撃されるかもしれないっていうのの反抗的決断っていう形で出る場合は、やられる前にやってやるみたいな感じで、すごい攻撃的な人間だった時期がありました。あの、昔のね、古い、知らない人いるかもしれないけど、でも藤井フミヤとかだったら知ってるのが、あの、チェッカーズのデビュー曲でね、あの、ナイフみたいに尖っては、触るものみんな傷つけたみたいな、そんな人生を長い間歩んできました。それが攻撃不安に対する僕の反応ですね。で、存在不安ももちろん持ってて、自分はこの世にいちゃいけない人間で、いつか誰かがある日突然僕の前に立ちはだかってね、僕の胸ぐらをつかみながら、お前なんてこの世に生まれてこんかったらよかったんじゃって、いつ言われるやろうってね、怯えながら生きてたんです、実はね。でも、あの、だから、そのいわゆる攻撃的反抗的決断でどう出たかと言ったら、成果を見せてやる、結果を出してやるみたいな、みんなに俺を認めさせてやるみたいな生き方をしてましたね。で、あの頃は本当に辛かったですね。今は、あの、もちろんそれがね、あの、心理とかカウンセリングの学びとかで、あの、だいぶ落ち着きましたけれども、あの、やっぱりその時は辛かったですね。そしてもう一つは見捨てられ不安ですね。うん、自分はいつかね、捨てられるんじゃないか、この世の中でいらない人間だって言われるんじゃないかって、さっきの話と似てはいるんですけども、特に見捨てられ不安っていうのは恋愛とかでも出やすいって言われてますね。うん、僕の場合は、捨てられる前に捨ててやるみたいな、ね、そんな時期がありましたね。でもそれをやっぱり、ずっと見守ってくれて、そんな自分のことを、なんだろう、うん、温かく、ね、そういうことがあるためにあなたは強くなってるよっていう風に見てくれる、すごい自分にとっての師匠というか先生みたいな人との出会いが人生を変えてくれたんですね。で、これすごい大事なことなんですけども、あの、悩んでる時って、あの、悩んでる時って、あの、自分では解決最初はできないんですよ、実は。うん、できないって言ったら言い過ぎかもしれないけど、すごく時間がかかる。うん、でもそのセリフというかね、その自分に言ってあげてくださいっていうそのセリフをね、第三者から当たり前の言葉として、だってでもあなたは愛されていい人間だよねっていうふうに言ってもらうことで、実は人生が大きく180度ひっくり返ったりするんですよね。
で、私もそういう言葉を第三者からかけてもらうことで人生が変わったので、ちょっと本とかね、講座だけでちょっと一方通行で話聞く、このライブもそうかもしれないけど、でも僕は語りかけてるつもりなんですけど、そういうふうに第三者からのね、愛ある語りかけというのを受け止めれるようになっていくだけで人生って大きく変わっていくのでね、よかったらそのね、今回のね、アンジュポンドさんが参加してくださったようなね、講座とかも、まだの方はぜひご体験してみていただければと思います。すべて概要欄に貼ってあるのでね。あと、まあ、これもお願いですけれども、いいねをぜひください。やっぱりね、評価いただけるととても励みになるのと、やっぱりいいねがもらえるライブをやってるということで、次回の評価が高まるらしいです。ちょっと僕もよくわからないんですけどね。はい。それが事実がどうこうよりも、まあ、結局自分が気持ちいいですもんね。なのでぜひちょっと私もを喜ばしてやってください。はい、それとですね、いいねとできればチャンネル登録もお願いしたいところです。まだね、もしチャンネル登録していただいてない方がおられたら、ぜひチャンネル登録しておいてください。あとコメントありがとう。なんかメッセージね、さっきご挨拶のメッセージいただいてたようだけど、なんかこう下げられてたのかな。はい。ね、こんばんはね、ありがとうございます。もしメッセージまだ書いてる最中だったら頑張って、ちょっとね、今の間に書いててくださいね。あと、ちょっと待ってくださいね。はい、小麦さんからですね、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。存在不安とは違うかもしれませんが、私は人からお前と言われたり、バカじゃないのと言われるとすごくイライラします。存在を軽く扱われたと思ってしまうからでしょうか。反応しすぎているとしたら和らげたいです。これ、どうでしょうかね。ちょっと小麦さん、またコメントを追加でいただけたら嬉しいんだけど、お前って、誰かが言ってたかな、家族の中で。例えばお父さんがお母さんのことをお前呼ばわりしてたりとか、なんかそういうことがあったかどうか。あと、バカじゃないのも含めてですけど、家族の誰かがなんか言ってたとか、なんかそういうことがあれば、ちょっと追記で簡単に書いてもらえたら嬉しいなと、はい、っていう感じですね。ちょっとそれ聞いてみたいかな。で、ね、なので、存在を軽く扱われたというね、思ってしまうことに関しても、やっぱり、もしかしたらそのお父さんがお母さんを軽く扱ってる。で、お母さん自身も私のことは軽く扱われてるみたいに言われてる姿を見て、なんかそういうふうな、お父さんとお母さんとのやり取りがつながるなんていう場合がちょっと可能性としては考えられそうですね。で、反応しすぎているとしたら和らげたいっていうのは決して間違ってなくって、普通の反応だと思います。お前はあまり記憶にないか、だったらこういうことですね。逆にお前なんて言うこと自体が慣れてないから、なんだろう、そういうものは受け止められない。慣れてないから軽く扱われたっていうふうに逆にね、なってるんだと思いますね。例えば、今やもうテレビとかでね、もう普通にやってるからあれだけど、前回のね、インスタライブで喋ったのかな。やっぱり、数十年前とか、二、三十年前まではまだ、その、ね、関西弁のアホやなとか、あとね、標準語的にバカだな、お前は、みたいな、そういう、バカとかアホとか言われたことが、あまりね、言葉として慣れてなかったら、なんだろう、ものすごく傷ついたりみたいなのがありますよね。そういう意味では、お前はあまり記憶にない場合は、言われてなかったのを急にね、第三者に言われて、へって思って、軽く扱われたと思ってるだけかもしれないし、だとしたらそれは普通の反応だと思います。で、やっぱり、お前ってすごい失礼な表現なので、これ怒って当然だと思うので、
ちょっとそれはやめてもらっていいですかって言っていいと思います。そして、バカじゃないのもこんなのは人として言ってはいけないセリフですので、それを言うのもちょっとおかしいよねということで、どうなんでしょう、これだけのコメント状況だったとしたら、あまりアダルトチルドレン的なことを気にされる必要はないのかなと思います。はい、なんか急にまたね、入ってこられる方が増えてきましたね。ありがとうございます。なんかそれまでになんかライブとかでもどっかであったとかなんかな、わかんないけど、もしよかったらそんなもんね、情報を教えてもらったら、なんかね、時間ずらしてやった方がいいのかなとかもあるかもしれないし。はい。IJ さんそう言ってみてね。はい。あ、ちょっと今、ね、モフナゴさん飛ばしちゃったけど、後で必ず読みますね。IJ さん、こんばんは。だいぶ出遅れてしまいましたね。どうぞどうぞ、ありがとうございます。和井さんもこんばんは。ね、奥原さんですね、こんばんは。あと、イムヤムさんかな。こんばんは。ありがとうございます。ね、こんな風にね、入ってきてくださるのとても嬉しいことです。ありがとうございます。あと、モフナゴさんですね。動画へのコメント取り上げてくださってありがとうございます。いえいえ、はい。辛いので今は愚痴に付き合えないと、お友達に言ったら別のところで愚痴を言うねと言われました。もう完全にあなたのことをゴミ箱扱いしてるので、そんな人はもうこっちからぽいです。はい。私の愚痴は聞く気はないんだなと思いました。はい。もう、そういう、そんな失礼な、っていうか何を言ってるんでしょうねこの人ね。うん、私のぐね辛いので今は付き合えないわって言ったら、辛いんだよねモフナゴさんも辛いんか、そうか聞かせてって友達やったら言うよね。なので僕がもしこのモフナゴさんの立場で友達がそれ言ったらムッとしちゃうだろうな、かなりムーッとしちゃうと思いますよ。ムッとするとかじゃなくてムーッとしちゃうと思うけど、もし自分の心にちょっとでも余裕が持ててたら、ああいいよいいよそうしてって言ってブロックしますね多分ね。うん、でもう次からなんか言われたら、いやーって、で、なんでって言われたら、いやーなんでかわからんっていう話ですよね多分。どうやらモフナゴさん、この人ってその相手の人って、友達とかをたくさんいる人なんかな。で逆にこんなことを言う人とモフナゴさんはなぜ付き合う必要があると僕はちょっと思ってしまった。ちょっと言い方がきつかったらごめんなさいね。でもモフナゴさん自身、自分の心を守るためにもこういう人とはあまり付き合われない方がいいかと思います。何かどうしても付き合わなければならないね、仕事上の絡みだとかなんかあるのかもしれないけど、ちょっとなんか聞いてるだけでちょっと僕ムカつくなこの人、っていうぐらいちょっと腹立つ相手だなと思ったので、あとはもう切ること考えませんか。ね、はいはい。でもね、こうやってね、ね、コメントもくださりながら見にも来てくださるのが本当とても嬉しいです。動画にくださったコメントね、極力読み上げるようにさせてもらいます。で、そのコメントに関してね、またリアルタイムで聞いてくださってたら、こうやってね、参加いただいたらとても嬉しいと思います。はい、ありがとうございます。小麦さんね、反応しすぎじゃないんですね、よかったです。多分お前とかバカじゃないのっていうのこと自体がとんでもなく失礼な発言なので、ここは怒っていいし無視していいし、そんな人相手にしなくていいと思いますね。でね、モフナゴさんのね、別のところで愚痴を言うねっていうような相手ももう相手にする必要ないと思います。人を人として見ない人っていますよね。例えば一番よくあるのは、あいつ使えねえなってやつですね。そんな発言する人ってもう自分の民度が低いことを自ら言ってることに気づいてないんですよね。あいつ使えねえとか、ねえ、その人のことをなんか、なんだろう、壊れたラジオのような言い方をするなみたいな、
ね、そういうことになるわけですね。つまりあいつ使えねえとか、もしくはあの愚痴はあんたが聞いてくれないんだったらじゃあ他で言うわみたいな、なんでしょう、あのね、あのクレジットカードの CM でね、あのね、クレジットカードで、あ、うちカードやってないんです、じゃあいいですみたいな CM ありますけど、あのその返事が変わってるからみんなあの CM 見てちょっとくすっと笑ったりとかびっくりしたりするわけですよね。つまり普通はそんな対応する方がおかしいし、そんなことを、失礼極まりない相手がいるわけですね。だからそういう相手とはもう離れることをお勧めしますということです。はい。まあ、今回ね、こんな感じ、もしかしたら今もうコメント書いてるのにもうちょっと待ってとか思われる方おられるかもしれませんけれども、まあお時間的にはねこれで1時間経ったかなという感じですけど、どうですかね、もし、あ、なんか来た、奥原さん、お前って言われると、私、言われることを私もよくあります。気分が悪くなって当たり前だし、自然な反応だと思う。そうですよね。うん。もうそ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 う。なので、失礼なことを言う相手と付き合う必要はないと思います。ただまあ、どうしても切れない相手だったりとかだったら、またね、なんかでご相談くだされば、また一緒に考えましょうね。はい。じゃあ今日はこんな感じで、またね、途中でいろいろ宣伝挟ましてもらったりとかしましたけど、よかったらね、概要欄見ていただいたらとても嬉しいです。概要欄のところにね、講座の紹介と新しいね、カウンセラーの紹介もしてありますんでね、よかったらぜひ見てください。あと、次々とこのタイミングできましたね。はい、それもお答えしますね。もうちょっと待っててくださいね。はい、ぜひね、あとチャンネル登録といいねのご登録もどんどんしておいてくださいね。ではね、ちょっと読んでおきますね。今のタイミングでね、ちょっとチャンネル登録といいねをしておいていただければとても嬉しいです。はい。あとね、高評価もしていただけると本当にありがたいです。はい。アジポンタさん、今新しい職場で働いているのですが、輪に入ることに対して少し苦しんでる。大変だね。僕も経験あるからわかるよ。うん、周りの人は優しいし、仕事もちゃんと教えてくれているのですが、休み時間などは一人だったり、雑談などもありませんと。その状況を孤独、周りは仲良くしてくれているのに、自分だけ仲間外れみたいに感じて、少し苦しくなりますと。仲良くなろうとするのを怖がっているのか、一人でいるのことを過度に怖がりすぎているのか、自分でもよくわからなくなっていますと。うん。なるほどね。そうですね。実際どうなんですかね、これ。休憩時間、休み時間になったら、他の人たちはみんなでランチに行ったりとかして、私だけはみご状態なのか、それもどうなんでしょうね。周りは仲良くしてるのに、自分だけ仲間外れみたいに感じて、少し苦しくなる。なるほどね。うん。それが例えば外出して、外出してご飯を食べ、これ今ね僕何を言ってるかというと、もちろんカウンセリングとかがすごい効果的は効果的なんですけども、それじゃなくってどういうふうにしたらいいかっていうふうにちょっとなんか考えようと思ってるんで、だからどうしてもアドバイスっぽくなってしまうんですけど、ちょっとそこはご容赦いただきたいんですけどね。どうですか、実際アジポンタさん自身昔からこういうことで悩んでこられたんでしょうかね。昔からこういうことに悩んでこられているのか、もしくは今回だけこうなのか、普段は友達がいっぱいいるんだけれども今回だけこうなのかっていうあたりでちょっと対応の仕方が変わるかと思いますけれど、ただね、言えることっていうのは、まずその職場だけじゃなくて自分の居場所をどっかで作りませんかっていうことですね。はい。例えば、仲間とかサークルとか勉強会とかね、もしくは親友とかと休みの日にはご飯食べたり遊びに行ったりとかね、家に戻ったら誰か家族がね、いるだとか、そういうところの、まず、安心安全な港的な場所をまず一個作ってほしいんですね。で、そこで、があるから、まあ別にこっちはいいやと、ちょっとね、
絶対失敗してはならない、必ずうまくいかなければならないと思うと、非常に人付き合いって苦しくなると思うので、まあサークルがあるし、そっちの方で仲良しごっこみたいなことはこっちのサークルでやればいいし、別にここでは一人お昼ご飯食べても構わないみたいなところで一旦切り分けることが先ですね。でそれが切り分けられた上で、それでもどうしてもだったら、もうホームグラウンドはあるから、こっちのアウェーなところでは別に失敗しても負けてもいいじゃないですかっていう体で、ちょっと一回お昼ご飯私も一緒に食べていいですかって言ってみたりね、ああなんかそれ興味あります、もっと聞きたい教えてとか、なんか誰かがスマホ見せ合ってたりしたらわざと覗き込んで、私も見たいけどいいですか、ああ見たかったんです、ありがとうございますとか、いつもなんかちょっとなかなか言えなくてごめんなさいみたいなところで、まあまだね新人さんというか入りたてだから、そういうふうにして少しずつ向こうも様子見ておられるのかもしれないねという感じです。はい、はい、それと次読んでいいかな。もふなごさん、相手も AC でお互いの家庭の話などをしたりできる数少ない友達だったのですが、それとは外れた彼女のプライベートの愚痴のゴミ箱になりがちだったのでやめようと思い、はい、やめた方がいいです。あなたが何かあった時は飛んでいきたいと言ってた人だったんですけど、嘘です。私がこれはもう自分が聞いてもらうために、私はそういう姿勢でいるのよ、だから私の愚痴を聞いてねっていうののためにの枕言葉として使っているだけで、本気じゃなかったということがバレちゃったということですね。私がおかしいと思うのは間違ってなかった、ないと分かってよかったです。間違ってないです。はい、もし何だったらこの動画のアーカイブをそのお友達にドンと送ってみてください。でそのお友達はよかったら来週僕のところにコメントください。はい、うん、ちょっとこのお友達自身がやっぱりAC を自覚されていて生きづらさを感じてるんだったら、このお友達も人生を変えるために、自分のねどの辺の態度が間違ってたのか、自分ねどういうふうにするのがいいのかっていうことに気づいた方がいいと思いますね。おそらくそのお友達はお友達で、なんだろう、うまくねそういうのが当たり前だみたいなところで環境で生きてしまったんでしょうね。はい、ちょっとそれくらいにしときましょうか。奥原さんね、参加が遅くなってしまって、でもさっきからコメントちょっとくださってましたよね。とても嬉しいですよ。最初から見たかったっていう意味ですかね。次回のライブには初めから見ようと思います。ありがとうございます。コメントを見てくださってありがとうございました。こちらこそ。はい。アジポンドさん、学生時代から人の輪に入れてないといじめと、こういう経験があるんだね。いじめの対象になったり、爆連にされたりするのをすごく怖がってきました。だからそれのトラウマがあってね、新しいところでもどうしようって、またねそんな風にいじめられたらどうしようみたいなのがあるんですよね。だから人の輪に入れないとバカにされる、周りから仲間に入れてもらえなかった、劣った人間だと、評価された、感覚になっていました。そっか、うん、これっていうのはちょっとトラウマ的なものだと思うので、やっぱりまあ、さっき言った通りですけどね、安心できる別の場所、ここだったら私を受け入れてもらえるという場所を確保した上でがベストですけど、もしそういう場所が今あまり自分にはないということであるならば、やっぱり心理的なアプローチを、何かやった方がいいと思いますね。うん、具体的に何をやるかというと、ね、やっぱり愛着の問題です。愛着障害というような言い方になるんですけど、障害って別に病気じゃないんですよ。愛着障害って病名でも何でもないんですが、愛着の問題に対しての、自分がこうぐーっと怖い怖い怖いってなってるところを問題解決するワークを、ちょっと多めにしていく必要がありますね。はい、なんかもう終わりますよって言ってから盛り上がり始めましたね。ありがとうございます。でもまあいつものことなんですけどね。はい、メグさん、私は存在不安というか罪悪感が強いと。職場の人はとても優しいですが、私の口癖はいつもすみませんね。そうなんですよね。これはまあまあ後で説明しますね。自分は悪くないのに謝ってしまうのは、責められる前に謝っておこうと無意識に思ってるのかなと感じます。まあ私が人生で初めて裏切られたのは親ですから、親ですら信用できないのに他人を信じられるわけないと思うんで
込んでいるのでしょうねと、はい、ちょっとそういうね表現、最終的にはそういう表現されたけど、どちらかというと親御さんとの関係、もしくは親御さん自身がすみませんって言ってね謝るっていう、これ罪悪感コントロール返しと呼んでるんですけどね、そういうような感じでごめんごめんごめんって言ってたらこれ以上責められないっていう、そういういわゆる交流パターンですね、うん、相手との交流の流れの中で自分が先に謝るというパターンを身につけちゃってしまってるということなんですね。だから本当よく言います、何でもかんでも謝る方本当におられるんですね。ちょっともしね私に該当してると思われたら本当ごめんなさいですけど、こういうライブをしていてもね、ライブ終了後にね後からダイレクトメールメッセージが来て、なんか場違いな質問をしてしまって申し訳ありませんでしたっていうメッセージが来る。え、何のことみたいな。え、僕のライブそんなになんか問題あったっけみたいな感じでね、後でえ、なんかありましたっけみたいに言ったら、いやいや、なんかそういうことがあるんだったら教えてくださいねって言っても、なんか返事が来なかったりとか、返事が来たとしても全然違うことで引きずってて、なんか申し訳ありませんでしたと言ってしまいました、申し訳ありませんみたいな、ね、また謝るみたいな、そういうねもう謝ることでなんとか回避しようというようなコミュニケーションスタイルになっておられる方っているんですよね。で僕自身もそうだったし、むっちゃわかるんです。今でもちょっとややもすると油断するとごめんなさいから吐いてしまうことってあるんですけど、それはねあまり良くない、絶対ダメとは言わないけどあまり良くないかもしれない、だとしたらやっぱり、今まで自分は罪悪感コントロールを受けてきたんだ、だから謝ることで許してもらおうとするようなコミュニケーションをつい取ってしまう、でもそれはあまり良くないということに気づいて、じゃあどうするかということですね。で概要欄ということになるということですね。なんかすごくしつこかったらごめんなさいね。なんかただやっぱりね僕自身アダルトチルドレンってもうね、もうアダルトチルドレンのこの心理カウンセリングとか講座なんてこの世からなくなってほしいんですよ、一刻も早くね。それはもうこの問題が克服みんなしてくれたら、そんなことを僕はねする必要がなくなるということですね。なのでそのためにもやっぱり一刻も早く乗り越えてもらいたいなというので、もちろんこの動画ね、こういった動画とかを今後も見続けますということでも全然構わない、ぜひまたね来てください。それでも構わないんだけれども、不必要な罪悪感を背負ったり、それを背負ったままで生きていこうと思う必要はもう今後ないですよということをぜひ分かっておいていただけたらすごい嬉しいと思っています。はい、じゃあ今日は一旦これで終了にしようかな。まだ書いてる人がいるかな。書いてたらねまた次回とかでもいいし、もうあとボタン押すだけだったら今押してくださってもいいですよ、いいんだけれども、一旦これぐらいで今日はライブ終了にしておきましょうかね。はい、また毎週やろうと思ってます。来週は10回記念になるのかな。そうですね、来週は10回記念になるのでね、はい、僕もちょっと楽しみに、していますので、よかったらねまた次回もぜひ遊びに来てくださいね。はい、ではね今日はこんな感じで、終了となります。ハートとかいっぱい飛ばしてくださってありがとうございます。よかったらねこの後またアーカイブで残しておきますので、ご感想とかねまた追加のご質問とかあったらどんどんしてくださいね。はい、では今日はこれで失礼します。どうもおやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。はい、じゃあ失礼します。どうも。はい、今日も楽しかった。どこを押せばよかったんかな。はい、いっぱいコメント来てありがとうございました。ありがとうございます。はい、おやすみなさい。ありがとうございます。